はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4時半ですね。4月はですね、6日の木曜日になりました。風が強いんですよね。ちょっと風が強いなという感じです。まあ、春一番なんかとっくに吹いてるはずやのにね。行きましょうか。その前にあれ行きましょうか。ドルウォンはですね、1317、この辺りでうにゃうにゃしますね。急遽日経平均はですね、340マイナスで終わってますね。まあね、原油は高いままですよ。80.27 と。はい。行きましょう。ニューズウィークでございました。これは昨日の19時39分に出た記事でございました。プーチンの体は、プーチンは体の病気ではなく心の病気クエスチョンですね。いいのかな。元警護官が明かす気候の数々というタイトルでございます。プーチンズシークレットレベルトってこれどういう意味なの。アバクレバルト by former クレムリンガードインタビューと。プーチンのシークレットは暴いた。by former クレムリンガードインタビュー。なんかようわからんな、前は。行きましょう。最近までクレムリンで警護を担当し、ウラジーミル、プーチン大統領と直接接していた人物が4月4日に公開されたインタビューでプーチンに関する秘密を明かした。ほな言うてええの言うてええの、そのうち消えてしまうんちゃうの。この人物の名はゲレブ・カラクーロフ。2009年にロシア連邦警護庁 FSO に入り、プーチンの警護官の一人として勤務。大尉にまで昇格したが、ウクライナ侵攻に反対して2022年にトルコのイスタンブールに逃れた。ロシアにいないんだったらまだいいかな。カラクーロフはロンドンに拠点を置き、調査報道を手掛けるドシエセンターに対し、自身の任務はプーチンが直接行う通信を暗号することだったと述べた。カラクーロフは13年にわたって FSO 勤務中、国内外を訪問するプーチンに180回以上同行したという。ドシエセンターはカラクーロフの様々な書類が本物であることを確認したと報じ、カラクーロフについて最近西側に逃れたロシア情報部員の中で最も高位の人物だとしている。高位で高い地位ね。ただしカラクーロフがプーチンについて述べた内容についてニューズウィークでは独自にその信憑性を確認することはできなかった。カラクーロフの話はプーチンの極端な性格を示唆するものだ。例えばプーチンは未だに新型コロナウイルス感染症を極度に警戒しているという。プーチンは今も人と接触を避け、多くの時間をシェルターと呼ばれる私邸で過ごしている。今も自己隔離に近い状態を貫いているというのだと。大変なのは身辺警護のカラクーロフだった。仕事の前にはいつも2週間の隔離生活を送らなければならない。たとえその行事がたった15分か20分であってもだった。なんで2週間隔離されるんでしょうね。2週間の隔離を済ませ、条件を満たした要員がプールされている。彼らはクリーンとして、プーチンと同じ部屋で職務を行うことが許された。なんかまあありそうな話ですけどね。プーチンはテクノロジーを嫌悪してる。なんかそんなことを前に読んだような気がしますね。カラクーロフはプーチンが携帯電話を使う場面を見たことがなく、インターネットも使っていないと証言した。なんか全部秘書にやらせてるということらしいですね。大統領は自身の側近だけから情報を受け取っている。つまり情報の真空地帯で暮らしているということは、ネットを自分で見ていないわけですね。
プーチン今70歳のはずなんですね。今年71なのかな。今の70歳ってね、多分普通の人であればネット使えますけどね。ネットから情報収集しないとなるとですね、これかなりですね真空地帯ですよ。で、外国訪問の際には電話ボックスを持っていく。高さ 2.5 メートルもあるキューブ状の大きな構造物。エンジニアのカラクーロフによれば、その中はワークステーションと電話が入っていて、この中にあれば外国スパイに盗聴されずに外部との通信は可能だった。最近のカザフスタン訪問の際には防空壕の中でも通信できる仕様を求めたという、なんかようわからん、でもありそうな話ですね。暗殺を恐れるプーチンは正確な居場所を隠すために複数の指定を持っているが、そこに設けられた執務室はどこも全く同じデザインになっているという、どこで写真を撮られても居場所が特定されないためだろうかクエスチョンになってますね。ただしカラクーロフはメディアで広く知られるプーチンの重病説は信じていないと述べ、プーチンは定期的に健康診断を受けていると付け加えた。同年代の人と比べて健康状態は良好だと。なるほどね。カラクーロフはウクライナ侵攻は主権国に対する違法な攻撃だと批判する。そして自身がかつて所属した FSO の元同僚たちにウクライナでの戦争に反対し命令に従うのをやめるよう呼びかけた。我々の大統領は戦争犯罪人になり果てたと。あ、これだけの記事です。なんか全部読んでしまいました。なんかあんまり口頭向けではないですよね。まあそういうことはあるやろうなという感じはします。プーチンが極端にですね暗殺を恐れているという話はですね前々からよく言われています。それからメールも自分で打てないということもですね他の記事で読みました。だからまあいろいろとですね、信憑性はそれなりにあるんちゃうかなと思いますね。まあ、電話ボックス持ち歩いてるのはまあ自由ですけどね電話ボックス持ち歩いてたら盗聴できないとそういう話ですかね。盗聴なんてどんな場合だって絶対起こるでしょう。どうでしょうね。その通信システムによってですね盗聴が不可能な通信システムなんかないと思いますけどね。もしかしたらアメリカなんかはですねプーチンの通信を全部傍受しているかも分かりません。それは分かりません。そういうことって傍受していろんなことを知っていてもそのことを知っているということを相手に知らさないわけですね。知らせてしまうと警戒されてですねその方式を変えられてしまう可能性があります。そうするとまた盗聴ができるまでに時間がかかったりするでしょう。だから知っているということを知らさないというのはまあありがちなことですね。ウクライナ始まってから思うのはですね、アメリカやイギリスって大体何でも知ってるなということですね。どこどこの戦闘はどんな具合やっていう話もですね、なんか割合正確ですよね。アメリカ、イギリス側から出てくる話は。で、それもやっぱり取捨選択して情報を公開してると思うんですけど、まあ負けた時もね、ウクライナが調子の悪い時もちゃんと報道してたような気もしますね。ただプーチンに関しては非常にこうなんていうかベールに包まれていると感じは否めません。まあ隠れあるなんていうかプーチンもジョーンもそうですけど、もう極端に暗殺を恐れてですね、もう普通なら全くわからないような行動をしているということはありえますね。まあでもいずれは行くでしょう。こういう独裁者に限ってはものすごい猜疑心が強いわけなんですよ。だからあんまり側近も信用しないみたいなところがあって、まあでもその心の病かなっていうと、そんなことはないんちゃうのと、まあその普通人ではありえないけどもですね、なんかこう心が病んでてですね、変なことをしてですね、なんていうかな、正常な思考ができないみたいなことはないと思いますよ。ただこの自分でネットを見ないということはですね、本当に世界のことを何も知らないんちゃうかなと思います。側近から入れる情報だけって言ったら、いいことしか聞いてへんのちゃうのということも十分に考えられますね。でもとりあえず何でも餌がはいとかあっち行ってなという感じはいたします。
ニュースウィークのですね、このページ貼っておきますんで、ご興味ある方は行ってみてください、ジョン・ジャクソンさんの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。